はい、始まりました、もっちさんチャンネルです。さあ、今緊急で動画撮ってるんですけども、なんと10兆円大学ファンドの支援候補、東大、京大、東北大に絞られるというですね、はい、なんと3校に絞られましたよ。で、秋には1から2校になるっていうことなんですけど、まさかの東京科学大選ばれなかったじゃないですか。東京工業大学、東工大と東京医科歯科大学合併して東京科学大学になって、そしてこのファンドをゲットだぜ、大学ファンドゲットだぜって言ってたのに選ばれなかったの、なぜなぜ。はい、ということで、なんと合併無駄になっちゃうんですか、この国際卓越研究大の認定校にならないってことですか。わざわざあんなに大きく言って合併しますって言って名前まで変わったのに選ばれなかったなんてね、今どんな気持ちって言いたいんですけど、マジなの、本当。政府が設置した10兆円規模の大学ファンドの支援対象を審査する文部科学省の有識者会議が、認定校の候補を東大、京大、東北大の3校に絞ったっていうのが、政府関係者の取材で分かった。7月以降3校の現地視察などを行い、秋頃に1、2校を認定する見通しと。世界トップレベルの研究力を目指す国際卓越研究大に認定されると、来年度から1大学あたり年間数百億円の助成を最長25年受けることができると。それで頑張ったわけですよ。ね、なんだかんだ言って研究するんだって、お金、大学を運営するんだってお金が必要ですからね。で、文科省は今年3月末までに公募を実施し、計10個が申請されていたと。国立は東大、京大、東北大、筑波大、東工大と東京医科歯科大が合併統合した東京科学大。そして、名古屋大、大阪大、九州大の8校、私立は早稲田と東京理科大の2校だったと。はい、まあこんだけ厳しいとなるとね、早稲田や理科大ではなかなか戦えないでしょうって思うけどね、こんな厳しかったんだね。まあ東北大はね、世界のランクでもすごく高いですし、あのランクによっては日本の中で1位になったりしますね、国際性とかっていう部分では。政府関係者によると、各大学が提出した計画書に基づいて審査や面接を行い、東大、京大、東北大の3つに絞り込まれたと。審査は10人からなる文科省の有識者会議が行っていると。研究論文数の実績に加え、変革への意思を特に重視する。大学ファンドの助成は研究施設の整備や優秀な研究者の獲得、博士課程の学生への支援などに充てられると。なるほどなるほど。大学ファンドっていうのは、政府が資金を拠出し、2021年度から科学技術振興機構 JST が金融機関などに運用を委託しているファンド。運用益をもとに国際卓越研究大として認定校を助成すると。運用益の目標は年3000億円。文部科学省はファンドの運用状況などを見ながら第2期の公募数、第2期があるじゃん。ちゃんと資金が増えていけば東京科学大まだチャンスあります。しかしびっくりですよ、まさかの選ばれなかったってね。皆さんはどう思いますか、このニュース。ぜひともコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.